はい、こんにちは、コンチェルトの島です。ゆうめです。岡山です。今日はですね、まあ、いつもこの、ライブをやらせてもらうときに煽り動画をこういうふうに配信させてもらうわけですが、なんとですね、今日はスタジオを飛び出しまして横山さんのフロムダスクティルドーンにお邪魔しております。はい、新宿でバーやってます。儲かってないんで来てください。ここに詳細がここにね、うん、ここに出てますよ。ここへ来いということですね。まあ、というわけで横山さん、すみません、これ今回ですね、そのコンチェルトモンが、企画してやたらせていただいております炎の3番勝負、ドスアトレスカイダスというやつですが、3番目に対戦していただくのが、ユナイテッドハイトさん、ユナイ先輩ですね。と言っている、当時僕1回だけ横山ユナイ先輩と一緒にやらせていただいたことが実はありましたです、ね、これ東京ではないんですが松山ですよ。松山ね。もうあの時はあれですね、大谷さん と、レインボーの歴代キーボード奏者のは誰がいいのかという話をいや、まあ、そこはねと、その時に横山さんに、俺はレインボーを弾かせたら割とすごいんだと言われてですね、はい、やらせてくださいと言った気になっているっていう、あれ2003年ぐらいなので多分。そうですね、もう今コンチェルトもあの時のメンバーは僕しかいないので。ああ、なるほど。そうですね、はいはい、なかなか厳しいテイストでかあるんですが、やっとですね、その、まあ、この企画を立てた時に、僕はその企画を立てた時にうちのドラムの長田にですね、ぜひユナイテッドさんとはその やらせてもらいたいんだという話をずっとしていて、なので、まあ、横山さんに連絡取らせてもらう前にもうなんか一回どっかでやろうぜって言っていただいてたというその細い糸をたぐり覚えていてくれるだろうかということで連絡を取ってみたら、なんか結構意外がられるんだけど、実は島君よく会うもんね。そうですね、意外と想像されているより僕はメタルガイなので、あ、俺想像されているよりも、はい、様式見がいなんですその微妙なこの絡みがこう絡み合うんですね、実はね、実はね、うん、なので、もしねあれであればそのなんかまた最後にちょっとだけ一緒に演奏させてもらうようなこととかがあればいいな、いいですね、と思っていたり、うちまあ、そういう時にですね、うちの長田はですね、多分最後の賑やかしにクラウス前によろしくこうカウベルを叩くぐらいしかしないんですけど、いいっすねもぜひスコーピオズフォームもやってください。そうだね、こうすごい勢いでマイク立ってないのにすごい聞こえるカウベルを長田が叩きに出てくる。クラウス前に足もこうこうなってるあれもやんない、あれもやらない、それぐらいの勢いで長田はさてカウベルを持って出てくるのかっていうのをですね楽しみにしていただくとですね、いいかなと思うんですが、まあその実はそのコンチェルトムーンって僕は途中からやっぱりこう男らしくヘビーメタルをやりたいという方に実はこう振っていたりするところでね、やっぱり好きだった、その好きだったってなんで過去形なんでしょうね好きなこれぞヘビーメタルっていうバンドであるところのユナイテッドさんとこう一緒にやらせてもらうというのは多分僕が普段メンバーに言っていることとかが多分一緒に共演させてもらうと、ああそういうことかってうちのメンバーも分かってもらえると思うんですよね、多分いろいろ言われるじゃないですか、こうスラッシュメタルだとか、デスメタルだとかってこういろいろこうジャンル分けされてますけど、メタルはメタルなのでっていう話を僕は普段、様式美、僕たちなんかネオクラシカルとか言われますけど、最近僕の番組のどこがネオクラシカルなんやろうと思って悩むところとかもあるんですよね。確かに、うん、まあ、最近実は聞いてたりするんですけど結構ヘビーですよね、うん、前でも全然そう言ってもらえると、うん、だからそういう部分とかっていうのが多分メンバーに言ってるんですけど、メタルはメタルだっていう、メタルをかっこよくやろうとかっていう話をしてるところとかが多分伝わると思うんですよね、はい、ただボーカルのやつなんか若いですし、多分ユナイテッドさんを生で見たことがないのかもしれないので、うちのボーカルなんかは、そう考えたらやっぱりそういうところとかがこの企画はね、そういうところが
いいかな。なんか硬いですね、僕ね今日ね。漫談口調が崩れてきましたけど全然漫談口調じゃない漫談口調が全然、まあ、軽くいきました、はい、なのでまあぜひですね、ヘビーなものが好きな方も、まあ、メロディックなものが好きな方もそれは全部こう総称してヘビーメタルだと思うのでそういう部分では非常に、まあ、前日ラウドパークですけどね、規模はかなり小さいですけど違う意味で、メタルはかっこいいなと思ってもらえるような夜になるのではないかと、はい、勝手に思っておるわけです、はい、全然多分一緒にやっても違和感ないと思います僕ね、本当にこれはねないと思うんです。全然ない、絶対に、はい、思ってるよりメタルガイな僕と思ってるより様式美会の横山さんがだって僕横山さん昔僕6名間で俺さジミー・ウェインのこの感じ似てんだろうと俺言われたことありますから、ね、いや俺ジミー・ウェインと全く同じベースも作ったのこうテレキャスターベースで、でだって横山さん逆に岡垣さんにいやもうそこもうちょっとこうやらないとレインボーみたいになんねえよとかって横山さんが言ってるって、はい、すいません偉そうなこと言ってますで岡垣さんもあそうなんやって言ってるっていう、すごい現場を見たことがあるので、実はレインボー伝説でライブやってるから、やってますね、僕見てますよ、うん、実はめっちゃジミー・ウェインやったんですよ。あのうちの長田がたまにやるジミー・ウェインのモノマネどころの話じゃないなんであいつはドラマなのに突然ジミー・ウェインのモノマネをするんだそのずいぶん地味なモノマネだよ。 あいつねロックベーシストといえばジミー・ウェインとか言い出して、あいつ世の中で一番好きなヘビーメタルバンドディオとか言うんですよ。でディオがアカンって言ってるんじゃないですよ。でだけどディオって言ったらロニーのマネとかしたがるでしょ。 あいつは ねジミー・ウェインのマネです。ウィーロックとかもジミー・ウェインのマネです。あなんか分かる気がする。でも前髪パッツンすぎるよねジミー・ウェインってもはや水拳でしょそう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 、多分あの人酔えば酔うほどグルーブする確かにそういうですね、この微妙なハモり方がですね楽しんでいただけると思うわけです。いま一度ここにスケジュールが、出ていると思うんですが、非常にそのヘビーメタルを楽しんでいただける気になると思いますのでですね、今からですね横山さんにぜひ最後にジャムらせてくださいという話もしておきますので、それも楽しみにしていただけたらな。やりましょう。快諾していただけたので、はい、ジャムりますので、言っちゃったからしょうがねえよそうです。それがもしかしたらその Don't Talk to Stranger とかかもしれないやべえ、ちょっと切るだけ入れたりして横山さんが果たして静かになったところで Don't Talk to Stranger とささやくのかいや多分この曲、ここに注釈出てると思うんですが、多分この曲ではないですって出てるので、ぜひですね、お楽しみにしていただければと思います。なので、ぜひ、はい、激しく、楽しくやらせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、今日はですね、いつものスタジオとは違い、この横山さんのバーであるところ、フロムダスクビルドンからお送りしました。なので、会場でお待ちしております。よろしくお願いします。ステイネター。